リコージャパンでは多様な人材が活躍できるダイバーシティ&インクルージョンに積極的に取り組んでいます。その一つに育児休業制度の拡充があります。家庭環境の充実による社員のモチベーションアップはもちろん、多様なスキルを取得することで新しいアイデアを生み出し、お客様に価値提供できる社員の育成にもつながると考えています。男性社員で育児休業を取得した岐阜支社岐阜営業所の田中さんに実際に取得した感想を伺いました。昨年、3人目の、子供が生まれまして、片手間でしか育児をしてこなかったので、このままではいけないなということを思い、上司の杉江さんに相談させてもらって、岐阜支社では、男性の育児休業というのは、初めての、ことだったので、奥さんを、助けてあげなさいという、ありがたい言葉をいただきまして、開拓を、いただきまして、一番大変だったのは料理ですね。子供たちもまだ小さいんで食べてくれなかったりとか、1人目、2人目、嫁が毎日、こなしていたかと思うと、すごい大変だと思いましたし、本当に嫁の気持ちが、分かったというか、それはすごい大きいことだなと思いました。はい、ちょうどその時にですね、真ん中の子がちょっと風邪をひいて、ちょっと休まなきゃいけなくなって幼稚園を、なのでちょうど本当相手をしてもらって、ついでに家事も手伝ってもらったので、すごく本当にすごく助かりました。最初も久しぶりにおむつ替えたので、まず前と後ろが逆でつけたら、あれテープがない逆だよ。ちょっと最初いろいろありましたけど、最初から誰もうまくはできないので、そこは目つぶって、まさか旦那がキッチンに立つ日が来ると思っていなかったので、ちょっと心から拍手です。休みの日に、なんか本当洗濯物から本当ご飯も頑張って手伝ってくれたりとか、子供たちとも積極的に遊ぶようになって、今まではやっぱいてもやっぱ疲れてるんで寝てたりとか正直言うとしてたんですけど。田中さんはですね、セールスという形で営業をやっているんですけども、成績は非常に優秀で、非常に明るい性格、兄貴的な存在で、メンバーたちの信頼が厚い社員ですね。ぜひやってみようって。これでもし田中さんがちゃんとワークライフバランスを両立し、育児また仕事両立できた時は、新しい道ができ、これがこれからの若手たちの新しい道につながると思いますので、田中さんの話を箇所のメンバーみんなに話したところ、全員でフォローしようってみんなが話し合ってくれました。今回の件で逆にチームワークがより深まり、コミュニケーションが非常に活発になったっていう、そういった効果も感じました。来月も、うちの男性の社員が1名育児休業を今回の田中さんの件を受けて取ってみたいということで、早速チャレンジしたいという話も上がっております。こうした田中さんの育児休業の、取り組みがですね、小さな取り組みからどんどん大きく広がっていって、これが全体に広がっていけば、さらに、会社は良くなるんじゃないかなと考えております。育児休業っていう制度がリコージャパンの中にはあるのは、社員は認知はしていますけど、男性だから取れない、男性が取るのはどうなのっていうような風潮がやっぱりあったので、それを今回彼が取得することによって、組織全体の風土自体が変わったっていうふうに考えています。田中さんの方が育児休業を取られた後、それだけにとどまらず、今岐阜社の方では働き方改革プロジェクトを回していって、でその育児休業を取ったのはもちろんトリガーになってきてると思うんですが、それ以外に時間給であったり有給の取得であったりっていうのは格段に上がってきました。こういう制度がリコージャパンにあるんだという認知にもつながって、でさらに加速していっているというのが今のリコージャパンの岐阜かなというふうに感じています。リコージャパンではこれからも一人一人が生き生きと働き、個人そしてチームとして新たな価値を生み出し続ける働き方を実践していきます。